スバンドの皆さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、この昨日行われたニューヨークの初公演、いかがでした？いかがでしたか？はい、あのニューヨークはですね、やっぱり特別な思いで今回来たんですけれども、やっぱりそのエンターテインメントの聖地ということがあって、そこで日本人の私たちがパフォーマンスをすることがやっぱり最初不安だったり、すごく緊張感もいつもとまた違ったものを持ってきたんですね。でステージ上に上がった瞬間、その瞬間にすごく一つになれたような気がして、最初お客様たちも緊張ちょっとしてたかもしれないけど、どのようにこう盛り上がったらいいかなって一瞬思ってるように見えたんですが、でもすぐ打ち解け合って、そして最後の方にはもう本当に一体感一つになって、はい、一緒にステージを作ってるような感覚になり、すごく今回はですね、私たちにいい経験にもなったし、少しこう第一歩を踏み出せたような自信にもつながりました。よかったですね。私もすごい感動しました。ありがとうございます。以前にもロサンゼルスでライブをやったことありますよね。はい、このライブはそのライブの、そのロスのライブに比べて何か違いところがありますか？私すごいあったんですよ、うん、なんかお客様のノリが違います。ロサンゼルスの時はもっともっと個々が一人一人個性的だったんです、うん、それぞれが、はい、なんだけど意外と今回はですね、一体感があったような感じがしたのと、うん、でもすごく前の方で日本でいう何あれ、おたげ、おたげっていうの、おー、はい、日本の盛り上げる振り付けみたいのを一緒にしてくださってる方とかがいて、すごく興味深かった。一番前にいらっしゃったので。なるほど、はい、で昨日のアイで披露されたゆうくんさんの剣戦部、剣部、剣部、うん、調べてみた、はい、名前でしたよね、剣部、はい、その、うん、すごい印象的で、なんか他のパフォーマンスとは一味違って素敵だなと思いました。嬉しい、ありがとうございます。そのニューヨークライブでその剣舞を披露するというアイディアをどうやって考えつくんですか？もともと私は詩吟と一緒に、その剣舞と、うん、あとはお扇子で舞うの詩舞って言うんですけれども、うん、剣舞と詩舞で、昨日のは最初に詩舞を琴と一緒にやって、うん、その後剣舞で舞ったっていう流れだったんですけど、いつか海外の地でやりたいなって思いはずっとあって、うん、で日本でも支部はやってたんですが、剣舞は実はこのニューヨークに来る寸前の日本武道館っていう日本では大きな、うん、会場があるんですけど、はい、そこで初めて剣舞を披露したんですね。でそれで次ニューヨークでもぜひやりたいっていう思いを、メンバーに持った時に、ぜひぜひせっかくできるパフォーマンスだから、ニューヨークでも、うん、その何ですか、そのただのバックバンドとしての演奏だけじゃないパフォーマンスを、うん、私たちはきっといろんなことができるであろうっていう話し合いがあって、その中の一つとしてエンターテインメント性のあるものをやりたくて、みんながやろうと言ってくれたのがきっかけです。うん、それを見せていただいたらすごい嬉しいです。光栄です。こちらこそありがとうございます。次ではオリコンチャート1位を出すし、うん、そして武道館ライブも大成功、本当におめでとうございます。ありがとうございます。アイスバンドとしての次の目標は、はい、お伺いしたいと思います。じゃあどうぞ。次の目標、ですね、今回アメリカに来させていただいたのは実は第一歩だと思っていて、アメリカでも日本と同じようにアメリカをこう、横断っていうのかな、するようなツアーを、アメリカツアーを組みたいっていう希望があるので、日本のものをですね、もっといろんな形でアメリカの方々にも楽しんでいただけるエンターテインメントを作って、またアメリカに持ってこれるようにしていきたいなと思っています。ぜひぜひ来てくださいね。ニューヨークはいかがですか？
ニューヨークですか。あの実は到着して次の日がライブだったんですね。でもちろん和楽器バンドとして来たの初めてなんですが、うん、初めて、うん、初めてなんだよ。全部全員、いや一人だけかな。あ、二人、カミラが大輔と黒野さんか、うん、はい、が来たことあるんですけど、はい、ほとんどのメンバーがニューヨーク初めてなんですが、まだそのたくさん見ることはできてないんですが、もうとにかくやっぱりワクワクしてあの昨日撮影でタイムズスクエアの前に行ったんですけどここがあのよく見るところだ、うんうんうん、あとなんだっけ、あのタワー、私が行ったタワー、エンパイアステートビル、エンパイアステートビルの上に登ったんですけど、そこから自由の女神の方が見えたりとかして、もうそれでもうワクワクとテンションが上がってると、まだその状況で、私はそんな感じです。もっとあのいろいろ見たいなって今思ってる最中なんですけど、ニューヨークは気に入ったの大好きどうよかったですね。ニューヨークを、一言で言い合わすとリバティありがとうございます今君が一番自由だからね君が一番自由ここだと思って、うん、まあそうね、大事なポイントだったからねありがとうございますすごい山先生ですって、あのエニメエキスポのライブも拝見させていただきました。そのロサンゼルスとニューヨーク以外にアメリカのどこにライブをしたいのですか。うーん、ありますか。ラスベガスラスベガス、そのあのニューヨークと同じようにそういうエンターテインメントの街なので、これシカゴも行きたい、うん、そうですね。あと、あ、名前が出てこない、マサチューセッツの方、ボストンも行きたい。ボストン、うん、近いよ、ここ、うん、そう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 、うん、ハワイも行きたい。ハワイハワイすごいね、本土じゃないところに行くんだ。いや、全部あとはサンフランシスコ、うん、カリフォルニア、カリフォルニア行きたいですね。私もカリフォルニアにね、うん、いいよねありがとうございますはい、和楽器バンドの一人一人のメンバーの、うん、性格を和楽器バンドの曲って表してた。曲で曲でうわー面白い初めて聞かれた。どの曲は一番適切と思いますか。一人ずついくじゃん。そうですね、まず自分はえ、みんなが言ってよ。ダイさんはね、きっと脳症炸裂ガールだ尺八の神長は脳症炸裂ガールで、脳症炸裂坊主ですね。まあそうですね、うん、なるほど。そうか、難しい。でもマッチーはさ、やっぱり強襲なんじゃないの。あ、追憶かな。あー、お城離れだと思ってるんですけどいえ、あー、でも深いところ言うと結局強襲の空っぽいよね。うんうん、マッチーはまあ作ってるし歌ってるし郷愁かな、うんうんうん、なるほど。表向きは白マダラなんですよ、うん、表向きは。で、黒野さんはねあの深海少女なんですよまあそうですね、黒田さんは深海少女なんです。あれ元々のボカロの曲はバラードなんだよね。バラードっていうか、まあミディアムテンポ、ミディアムテンポのやつを、すごい解釈でこう切り返してくるところ、ね、まあ、あれも黒野さんのアイデアセンスですからね。アレンジ残り今3人でしょ。ベニはベニ、ラメント、ラメントか表向きはラメント。ああそうか、でもまだ未公表というかあれなんだな。何、ストロングフェイト。そうストロングフェイト、あの最近日本で発表したばかりの新曲、はい、聞かせていただきました。ありがとうございます。私が書いたホラーの曲なんですけど、ちょっとストロングフェイトすごい良い曲だと思います。ありがとうございます。ベニ実はストロングフェイトじゃない。ストロングフェイトかもしれない。ホラーっぽいですか。なんか、まあ、分からなくなった。あんな曲な感じの女の子ですね、うん、気に入ってたし、あの三味線ソロを私が入れて、うん、やりなって言って、うん、まあね、うん、こだわったんで。朝さんは、朝さんはまあでも彼の曲がイメージ的だな。あのパーフェクトブルー、うんうん、朝さんはパーフェクトブルー、うん、イブクロさんはね、うん、あの風鈴っぽい。おー、そっちなんだ。でも分かる気がする。へえ、切なくて、うん、おー、振りの歌たり、
空から舞い戻ってる的な。僕はわさびね。わさびね、なんだろうな。戦？ああ。それでも PV のイメージだよね。絶対 PV のイメージだね。ちょっと待って、もうちょっと考えるね。まあそんなに深く考える笑いでもないかもしれない。でもこれちょっと面白いよね。面白い。わさび何だと思いますか？生活だったら、うん、分からないんですよ。どんな生活なんだ。あ、そうだよ、そうですよね。わさびはね。でもすごくストレートで純粋で、うん、まっすぐなんで、もうそのまま明るいし、うん、もうすごく純粋で素直です、素直。そんな曲あったっけ？まあそんな曲は多分地球最後の告白をと。ああ。うんうんうん。でもうん悪くない。あんなに爽やかかどうか知らないけど。爽やかだよ。それは星月夜。ああ。いいですね。星月夜っぽいね。星月夜っぽい。いいですね。ブルー大好きです。本当ですか？いいねいいね。ゆうこさんは？私まだ言われてない。あんま言われなかったっけ？そう。なんですかね。専門桜。本当に？専門桜？うん、まあでも天真爛漫なんで。考えすぎでしょ。俺でもね、暁だな。うん。暁の糸、私のその内面の部分も結構表現してる気はします、確かに。明るいだけではない。わかるわかる。すごく表現の部分で、私のなんか、ダークな部分とか悲しい部分を持ってるところも舞とかで出してる気はします、うん、結構いい曲が揃ったんじゃないですか、ね、うん、面白いですね、これ、いい質問でした、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、英語でいいですか、うん、Lastly, can you give a message to the American fans? ですね、僕たちの音楽はロックと日本の和楽器を入れてる音楽なんですけれども、そのあ、でもアメリカのファンに向けてだからもう知ってるのかね、うん、そうですね、まだ皆さんが想像してきてないような和楽器の魅力をですね、これからも発信し続けていくので、そしてまたアメリカの土地にですね帰ってくる、そういうふうに決めているので、ぜひですねまた一緒にライブで楽しんでいただけたらと思います。まあ、今回あの2回目、アメリカに来たのが2回目ですけど、前回に、ロサンゼルスで今回ニューヨークっていうふうに、これで非常にやっぱり楽しかったですし、またニューヨークもロサンゼルスも行きたいですし、でそのさっき井上さんも言いましたけど、必ずまた、そこ以外のところにも、いろんなところに足を運んでライブに、行きたいと思っているので、ぜひ皆さん引き続き応援をよろしくお願いします。これ後で編集されますよね。はい、うん、アメリカ is so great。 ありがとうございます。見といてください。はい、アメリカがもともと私本当に大好きで、実は幼い頃からたくさんアメリカの映画を見ていました。今もすごくよく見るんですけれども、やっぱりこう実際に来て風を感じるとですね、本当に幸せな気持ちになって、やっぱり私たちの魅力っていうのはですね、映像で見るだけではなく直接ライブでしか見せれないパフォーマンスというものがあると思っています。なので実際にこうまたたくさんアメリカに来て、直接お会いして、そのライブのステージを一緒に作り上げるというのが私の夢なので、何度も何度もアメリカに来れるようなそんな未来を夢見て頑張っていますので、これからもどうぞ応援してください。言えるかな。 I hope to come to America as many times as possible. Thank you so much. ありがとうございました。Thank you.